みんな、ひるむな。こいつが最後だ。さすがはトルアド、我らの抑え。勝ったね、トルアド。ああ、みんなのおかげだ。だが、これで終わりではないかもしれない。この怪物どもは、また100年後にも。それが、もうすぐなの？ええ、あと10年で100年目よ。怪物、本当に来るの？さあ、どうかしらね。本当かどうかはわからないわ。でも、もし本当だった時に何もできないのは嫌だから。あなたや大切な人たちと一緒に生き延びたいから。だから私はご先祖様と同じ剣を習ったの。じゃあ僕もやる。僕にも剣を教えてよ。それで僕もお母さんと一緒に戦うんだ。いるいる。ちょっと目離したらすぐこれだ。里の庭先に入り込むとはいい度胸だよ。まあいいんじゃねえか、こんな近場で修行できるんだから。何が修行だか。ジーノは見てるだけじゃねえよ。俺の修行か。そうだよな。いつ何か言った？ああ、なんでもないよ、イラ。修行なんて理由で生き物に剣を。でもこれは僕の感傷だな。またそんなこと考えてんのかよ。ま、お前がそういうこと気にし。母さんに？ううん、こっちの話。さて、とっとと終わらせて帰るか。そうだね。ジーノ、下がって。はいはいっと。姉貴、無駄に魔術使うなよ。魔石は勝手に湧いて出るわけじゃねえんだからな。はあ、私がどんどん使って。使うのは一瞬でも、作るのは自覚。うるさい、黙れバカ弟。ミラ、来るよ。
手間かけさせないでよ。お疲れだ。やっぱすげえな、さすが英雄。いや、それは。こら弟。おっと、そうだった。姉貴のせいで魔石作っても作っても。お前らの牙もらうからな。まったく悪いな。お前の剣がすごいのは。いいよそんなの。それに僕なんかまだ今でもはっきり覚えてるか。それし、うん、ああそんな。僕はまだ母さん。そっか。そういえば、ねえミラ、この木なんだと思う？はあ？いやほら、この木って子供の頃から花が咲かない木なんかいっぱいある。そんなことないよ、大抵の木はちゃんと花を咲。そうなのか？姉貴は木とか花とかないよ。開き直ったよ。こジーノ。ああ、しじゃあさ。いいな。途中で寝るなよ。うるさい。だおう、お前たち。遺跡の方はもう済んだのか？もちろん。やるじゃないか。棟梁たちは今。ああ。今年が例の100年目だから、アイオニアス。アイオニアが？ええ。この辺りの町や村全部に。それにどう対応するか。前から思ってたけど。だいたい。おいおい、それじゃお前らなん。そうだ、やつらが何者で。だがこれ確証はなくとも100年前もけど。あ、ジーノ。ああ、悪い。いいんだ。そうですよ、私たちだけってわけじゃないんです。このバカ弟。だからは、けど俺たちに。まあ本当に怪物だが、そのためにまあ棟梁頼り。おお、それじゃあ留守を。行ってらっしゃい棟梁。お土産よろしく。ジーノの分はなくていい。なんでだよ。うるさい。だまあまあ。